久々のリンゴ落合駅へやってきました。2年ぶりぐらいかな。2年ぶり。前回は芸備線で広島方面から、こっち来て、で、隣のね九州線に乗って、新地ね、まあ出雲の方に向かいました、ね。ここから先が広島車で、隣が米子車で、こちらが岡山車でございます、ね。この電車接続がないのでもう折り返すだけです。でもう、時間がですね、三好行きはもう行っちゃったのでもう最終です、ね。新見へ行って岡山へ帰るだけです、ね。トイレはあるけど古い、ね。発車ベル装置も残ってるけどこれ鳴らない、ね。スピーカーが新しくなってる、前来た時に比べて、ね。で、このマイクジャック残ってるけどこれも鳴らないというわけですね。この2時台がやっぱすごい。2時台、ここだけ通勤なし、ね。さすが無人駅なので誰もいません。出発口はもう完全に埋まっちゃってますからね。ノートもいっぱい、ね。あと虫がいっぱいです。虫がいっぱい。そしてもう暗いですね。何もない。リンゴ落合駅はもう誰もいません。虫がぶつかってきます。あ、建物がだいぶ減っちゃってる。肉眼ではちょっと映像じゃちょっと見にくいですけど、家がなくなってますね。ここら辺にあった家って、ね、ここ見えるのかね。ちょっと手前の方にある家がですね、まあ、宿舎だったかな。あ、感謝もなくなっちゃいましたね。ちょっと変わりました。で、降りると何もないので戻りますね。ということで、ビンゴ落合からでした。